第2代ベイン子者クウィリアム・ホールズ・ベインは、グレート・ブリテン王国の貴族、政治家。不定を働いた妻、フランシスを一途に愛したことで知られるが、妻からは軽蔑された。ベイン子者ク夫人、フランシス・ホールズ初代、ベイン子者ク、ウィリアム・ベイントルーシー・ジョリフの三男として、1714年2月14日に、生まれた。1730年10月12日、 オックスフォード大学クライストチャーチに入学した。1734年5月20日に、父が死去すると、ベイン死爵区の借位を継承した。1735年5月19日、メルルボーンでフランシス・ホーズと結婚した。しかし、二人の婚姻はすぐに破綻。フランシスは公式に別居を求めたほか、不倫を繰り返した。 例えば、フランシスは1736年夏に夫と共にパリを訪れた時、初代フェラーズ伯爵、ロバート・シャーリーの息子、セオリス・シャーリーと不倫関係を持ち、ブルッセルで一緒に住んだ。ベイン・シ爵はフランシスを一途に愛し続けたため、彼女を探し出そうとし、1737年1月には、彼女を探し出せる人に100ポンドの賞金を与えるとの新聞広告を出した。 このことを受けて、初代エグモント伯爵、ジョン・パーシバルは、ベイン死爵を、バカバカしい若者で、半分は狂気、半分は愚かであると告評した。セオリスは1738年にフランシスと別れ、フランシスは続いて、第4代、バークリー伯爵オーガスタス・バークリーの愛人になり、1741年まで、関係を持った。同1741年、 ベイン死爵区はフランシスに戻ってくるよう求め、その代償として収入と別居するための邸宅を提供すると申し出た。1751年にフランシスがメモアール・オブ・エーレディ・オブ・クオリティという回想録を出版したが、その中の記述はベイン死爵区が勃起不全であることを示唆した。ベイン死爵区は妻を取り戻すために多くの資金を使い、 さらに妻の蒸気を逸した生活を支えるために資金を使い果たし、やがて借金まみれになって、領地などを売却する羽目になった。フランシスが1788年3月31日に自宅で死去した後、ベイン死者も1789年4月5日に、ロンドンのダウニング街で死去、18日に埋葬された。後継者がおらず、ベイン死者の借位は断絶した。 ありがとうございます。